ウィーン学団とは、ウィーン大学の哲学教授、モーリッツ・シュリックを中心とする科学者、哲学者のグループである、論理実証主義を標榜した。ルートビヒ・ウィト・ゲンシュタインの、論理哲学論考やマッハの科学哲学から影響を受けて、数学者のハン・ス・ハーン、科学哲学者のシュリックを中心とした研究サークルが、形成された。 1929年に組織を整えて、ウィーン楽団を名乗り、活動を広げていった。ルドルフ・カルナップ、オットー・ノイラートと共に、楽団の方針を示した、科学的世界像を発表した。ウィット・ゲンシュタインは、ウィーン楽団の一部のメンバーと交流はあったが、この楽団と完全に見解を、同じくしていたわけではなかったので、楽団の活動に参加することはなかった。カール・メンガー、 ハーバート・ファイグル、ビクトル・クラフトなどが楽団のメンバーである。クルット・ゲーデルは、ハンス・ハーンの下で学び、ウィーン学団のメンバーとも交流はあったが、批判的な立場であった。カール・ポッパーも、ハンス・ハーンの下で学び、ウィーン学団のメンバーとも交流はあったが、批判的な立場であった。1933年、ハーンが、病死、1936年、ドイツ人であったが、 有う意味な命題とは、検証可能な命題であるとする意味の検証理論の提唱などで、検証学や刑事上学などの科学性を否定し、その活動がユダヤ的とみなされたシュリックが、元教え子の国粹主義者、ヨハン・ネルベック、ヨハン・ネルバックに、ウィーン大学で講義に向かう途中に射殺された。ナチスの弾圧から逃れるために、残された参加者の多くはアメリカに亡命し、 学団自体は立ち消えになったが、その考えが米英に広まることになった。ありがとうございます。